何かご用ですか？こうし主人、さあ、合体です。これで良いのか？可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。貴様では扱いきれない。可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。過度な力は破滅を招きますよ。過度な力は破滅を招きますよ。やめるのか？もう終わりか？終わりですか？時間です、囚人。
暑いね。あのさ、そうか、答えてごらん。
いたします。
します。どうも。はいよ、いらっしゃい。なんかよ。どうでもいいよ。
あのさ。おい。どう？怪盗団のこれ、なんか書いてある。いつも応援ありがとう。困っている人は助けてあげて。怪盗団との約束だ。信也君との秘密のサイン、ゲームの公式ページに一瞬残しておく。こういうの今売ってたりするし。ガンナバートの公式ページ、あ、怪盗団マーク、ハッキングしてる。メジエドの時と似てる。ってことは本物と連絡取れたんだ。すごい。どうやってやったの？なんかかっこいい。正体はでもまさか僕にメッセージを送る。期待してなかったけど。すごいね。本当は怪盗団と話したりしたかったけどね。取引の条件はクリアだから。射撃教えないとね。足を止めた後すかさず急所。これでズルオにもダメージが与えられるようになる。でも普通の人よりずっと素質。あのさ、よかったら他の技も教えてあげる。とっておきのすっごい技あるんだ。だから。
報告によれば君の銃の腕前かなりのものらしいじゃない。独学で鍛えたのか、それともどこで銃なんて覚えたの？スパル、よし。今日は珍しく早いよ。僕、家に帰るね。また今度。よし。おい。なあ、ねえ。おい。おう、いいか、
向こうまで6時間以上かかるし、飛行機で寝たら？どうする？そろそろ搭乗手続きだよ。時間通り飛びそうだね。よかった。アメリカ行きのって遅れとか欠航とか多い気がするし。リュウジいなくない？ああでからダッシュかよ。こんな時まで遅刻？荷物それだけ？たかが4泊だろ、十分じゃね？そうだよ、それ。まあね。そろそろ搭乗ゲートに集まれって。出国前の記念写真とか撮っちゃわない？おお、いいね。頼むな、カメラマン。そしたら私も。ほら、誠も。はいはい。ほら早く見して見して。は？本当だ。なんでわかるの？してくるな。敵じゃなくて本当に良かったわね。お願いします。かしこまりました。当機は間もなく降下態勢に入ります。皆様、お座席のベルトをお締めくださいますようお願い申し上げます。Tour? How long will you stay?Yes! Okay, okay! I'm Japanese! ついた！この匂い、ハワイって感じ！ Hi! Aloha! あちらのバスに乗ってね。やべえ！日本語うめえ！わあ！見えた！ダイヤモンドなんとか！ん？てか、海青すぎだろ！
だぜ。ワイハー、恥ずかしい。これハワイの匂い？つうか空港から思ってたけど、この匂い何？カーペットクリーナーの残りがらしい。ココナッツフレーバーなんだってさ。それにレイ用のプルメリアの匂いがさらに南国っぽさを出してるってとこかな。雑学王かてめえは。下調べはちゃんとするタイプなんだ。じゃあ安くてうまい店教えてくれ。部屋割り決めてからにしなさいよ。鍵もらわないと外行けないっしょ。俺こいつとな。坂本くんは他の組でしょ。ダメなの？天候がややこしいから。あんたはぶられてるもんね。同じ部屋でいいって人あんまいないんじゃない？うっせえ、浮いてんのはお互い様だろ。さあ、カマアキさん、部屋割り決めた？まだだけど。だったら私とどう？よかったらなんだけど、自由行動一緒に回らない？うちらみんな初海外でさ、英語わかる子が一緒だと心強いなって。あ、うん、もちろん。じゃ、またね。なんでもいいから早く決めて。だったら部屋割り俺でいいかな。じゃあ決まりだね。とにかくバカな真似やめてね。ここは日本じゃないんだから。ここがワイキキか。さすがに人いっぱいだな。つかホテルとか高い建物多くね。綺麗すぎて人工的なリゾートって感じ。でも海はさすがに透き通ってるね。ヤシの木もいかにも南国じゃない？アンもなかなかだと思ってたけど、やっぱ外国人と比べるとあれだな。じゃあみんな、お前もそう思わね？やっぱ外国人はボリューム違うわって。下引っこ抜くぞ。それよりほらあれ、おお、バスからも見えてたな。でも、なんでダイヤモンド？名産地？ネットに出てんじゃない？お、出た。昔の人が火山岩を誤解した。なんだそりゃ。ついでにワイキキのおすすめスポット調べてみよう。パンケーキ食べたかったんだ。結
景色のいい場所は乗ってないかな。じゃあ俺らは安くて評判のいい店調べようぜ。ねえ、球体いじって喋って、これじゃあ日本と変わらないわね。こっちでも携帯ありゃ日本のニュースも逐一見れるし。なんつうか思ってた感じと違う。もっとハワイらしいことしようよ。ハワイらしいって何？フラダンス？やんねえし。ようやく一息つけるね。あ、そういえばカイちゃんのランキング、投票が始まったのって知ってるよね。盛り上がってるよね。サイト作った本人でもびっくりしてるんだ。こんなすごいことに参加できるなんて、怪盗団を応援してて本当よかった。それとは対照的に明智いるじゃない、怪盗団反対派の探偵。まあイケメンのメジエド退治で人気も地に落ちたよ。公式ブログも炎上してるらしいし、正義のヒーローを気取ってたくせに怪盗団の正義を見抜けなかった罰だよね。ぶっちゃけ旅行どころじゃないよ、怪盗団のことが気になりすぎてさ。そう思わない？ほんと冷静だよね。こんなすごいことめったに起きないよ。まあでも確かにちょっと疲れてきたかも。寝よっか。それじゃあおやすみ。遅いや。
ちょっと待って。実はな、どうした？てか、ごめん。あら、遅いよ。
そうなのか。よっしゃ、行くか。出てきた。芋づる式。何が出てきたんだ。まだ途中、秘密。我が輩抜きでも。うメメントスで足代わりになれるだけ。単なる役立たず。猫、もごもごうっさい。用があるならいい。別にね。何言ってたんだ。話せ。うん、手触りがいい。よくない。滑らかすべすべ。人間のものとは思えない。何べんも言わせんな。我が輩は人間。それって思い込みじゃないの。私もお母さんのことずっと間違って思い込んで。一緒にすんなっての。我が輩のことは我が輩が。それもそっか。また書き込み増えてる。あ、すごい。奥村フーズって会社の社長、ランキング急上昇だ。いやいや、この流れは見逃せないでしょう。奥村フーズってさ、ブラック企業って噂があるんだよ。従業員を安くこき使ってさ、
人件費を削って。おいっせー。おいっす。なんで来てんの？聞いてくれよ。相部屋のやつが彼女連れてきやがって。気まずすぎんじゃん。俺今日ここで寝るわ。ベッド二つなのに。はい。高牧？同じ部屋の子、速攻彼氏のとこ行っちゃって。わかる。鍵持ってっちゃってんだよ。外出たらオートロックかかっちゃってさ、部屋入れないし。こんなとこでもネットか。メジエドの一件で海外からのアクセスもすごくてさ。やばくない？怪盗団ついに世界進出とか。海外からの依頼とかどうする？私たちに聞かれてもねえ。メジエドをやったんだ。次はどんな悪人を成敗するんだろう。日本どころか世界中が怪盗団の次の一手を気にしてるよ。そういや今何時？ふう、結構疲れたよな。ああ、時差ボケってやつ。他に行くとこないし面倒だから今日ここで寝る。え、ちょ、まずくね？信じてるから。そうきたか。ベッドあと一つ。ソファーを入れても一人は床だよな。どうする？トランプあんじゃん。これどうよ。ハワイまで来て床。なあ、三島は？トイレ。長くね？修学旅行か。志保、楽しみにしてたな。お前。ごめん、なんか暗くなっちゃって。でも、あれからもう半年近く経つんだっけ。なんか不思議だね。学校の騒がせ者が今や世界だぜ。信じらんねえよな。でもさ、私たちまだあんまお互いのことを知らないと思わない？ほら、例えばどういう子が好みとか。リュウジ、ぶっちゃけどうなの？俺？やっぱ性格だろ。おしとやかで優しい子なら誰でも。
じゃあ同じぐらい性格のいい子が2人同時に告白してきたらどうする？同じぐらい優しいんだろう。じゃあスタイルのいい方。要はスタイルが第一ね。え、先に答えたのは建前でしょ。本音は二言目。リュウジってやっぱ今のズリ。君はどう？ぶっちゃけどういう子がタイプ？あいつ？スカー、俺たち答えたんだし、当然お前も言うんだよな。で、お前の好みのタイプって？で、お前の好みのタイプって？大丈夫かな？そういや、さっきあいつ水道水直に飲んでたよ。外国でやっちゃいけないことベスト3だろそれ。いえ、賢明なご判断だと思い、三流週刊誌の記事とはいえいらぬ情報を漏らしてしまったわけですし、それに怪盗団の調査、あれから進展する気配もあり、見限られた手合いがやけになって裏切る可能性は。では心臓麻痺ということにでも。いつも通り処理を任せ。ほう、それは考えもしませんでした。さすが身内を一人切るのも二人切るのももはや変わりありません。だからよ、
すげえな、なんかこう目が怖いって。お、来たな。じゃあ早速3人で思い出作りといくか。うまくいくかな。その自信はどこから。女の子だけで暇そうにしてる子たちが狙い目だからな。行くぞ。熱いのにベタベタすんなっての。なんかいい匂いしね。あの屋台だね。つかあいつユウスケじゃね。おいユウスケ。ああ、お前らか。どうも。ああ、うまいのそれ。エビ美しい。ハワイに来てもやっぱユウスケだな。世界で。おい、あの子たちどうよ。いい、すごく。うまくいったらじゃんけんな。海を越えて、それか。はーい。お兄さんたち日本の子？あ、日本語できんだ。よかった。俺たち4人なんすけど。俺もか。暇ならどっか行かねえすか？ハワイ案内してください。ごめんね、私らおじさんのが好きだから。街頭団にならついてってもよかったんだけどね。マジかよ。そしたら俺ら。リュウジ。あ、バイバイ。10年後に会いましょう。全然相手にされなかった。怪盗団に頼んだら心を盗んじゃうの。あの女の子たち改心してもらえばいいじゃない。そっか、その発想はなかった。これは無理。バカバカし。テンション下がんな。だあ。食うか。はあ、
しかし、それじゃ。ようおかえり。ちょっと焼けたか。どうだった？ハワイ。海外に行って普通ってどうなの？お前らが遊んでる間に厄介なことになってるぜ。意外な売れ筋の商品がマスクや予告状カードらしいんだって。
こちら、グッズを取り扱っているお店の収益を。去年の倍。これはもう怪盗特需だよね。こんなの売ってたんだ。うちでもやってみる？怪盗グッズ。冗談だよ、本気にするなって。巷のこの現象を出演者の皆さんはどのように捉えているのでしょう。明石君どうかな。そうですね。でーと、アンチ怪盗のターンって、出現して自爆しろ。彼らにはいわゆる義賊っぽさ、それを大衆が無言のうちに感じた鬱憤を彼らが巧みに汲み取って晴らしている。それが人気の秘訣なんじゃないかと。意外だね、前と言ってることが変わったけど。危険な存在であることは変わりありません。でも、いや、これ以上言うと。いいよ、言っちゃおうよ。ダメですって、乗せられませんよ。前の炎上で懲りてるんで。泥棒が警察や政治家を押しのけて大人気か。世も末だな。失礼。何怒ってんだよ。ちょっと便所、客来たら。解析終わってる。例のデータ、これから集まる。ボケかよ。なら明日。おかえり。旅行帰ってきた日なのに感心ね。お土産買ってきたよ。囚人学園の校長が亡くなったわ。え？道路を横断中に立ち止まって大型車両と衝突、外傷性ショック死。自殺の線が濃厚らしいけど。自殺？校長先生が？でもこれから自殺しようって人間が警察署に向かうかしら。しかもタクシー使って。事件ってこと？心境の変化にしても不自然よ。改心としか思えない。怪盗団に狙われたっていうの？そんなはずない。どうして言い切れるの？だこれまでのケースからしたら、改心させるのは自白させるためでしょ。行動が矛盾してるっていうか。最近校長に変わった様子は？ちょっとわかんない。生徒とあまり接点ない人だから。そう、修学旅行中何かあったのかしら。あ、ごめん、お勉強中だったよね。邪魔したわ。誠。ん？
何でもない。変なことに巻き込まれちゃダメよ。まずいよ、みんなにも話しておかないと。おいっせおう。これ、例のあれでしょ？校長の。これより緊急朝礼を始めます。すでに知っている方も多いと思いますが、昨日、校長先生がお亡くなりになりました。自殺って本当なのかな？警察署の真ん前だったんでしょ？私、ちょうど鴨志田元教諭の事件後、校長先生は学校に平穏が戻るよう尽力されておいででした。皆さんが変わらぬ学園生活を送れるようにという校長先生の愛情である。いや、愛情とかちげえだろ、隠蔽だろ、みんな言ってるっつーの。もしかして自殺じゃなくて例の怪盗。怪盗？あいつらって殺しやるの？でも鴨志田の時って死んで詫びますだったし。だったらすごいね。ま、どの道自業自得だけど。ちげえよ、包丁には何もしてねえ。やっぱりこれ私らの。私が言いたいことは、亡き校長のご意志に報い、皆さんには我が校の生徒として。痕跡には気づいていた。本当に私のノートからデータを抜いたってこと。こればかりはどう考えても一味の中に誠がいないと不可能。いや、でもそれに囚人の校長の件に一切関わっていないという話は本当なの？今さら学校関係者を狙い直して命まで奪うというのは不自然。全てを信じる気なんてさらさらないわ。でもどうやら君は保身で嘘をつく人種とは違う。認めるべきところは認めるわ。よし、いいわ。そろそろ本題に。私の捜査情報を見たなら、あなたは奥村に、しかもパレスを覗いたなら、その答えも見たはずよ。教えて、怪盗団は奥村に何をして何を知ったの？
なぜああいう聞かせてもらうわよ。お姉ちゃんのデータの話の前に、校長先生の件だけど。もうネットで話題になってる。怪盗団の仕業とかには。週刊誌で鴨志田事件の隠蔽が抜かれたろ。あれを苦にした自殺と思われてるようだ。もしかして校長の自殺って、私たちにも。どういうことだよ。私たちが鴨志田を改心させなかったら起こらなかったことなんじゃ。やんなきゃ、やられっぱなしだっただろ。ネットは死んで当然って意見多い。隠蔽するのは悪って。コメントも似た空気だな。怪盗団だけが俺たちの味方だ。警察も政治家も一度みんな怪盗団にやられればいいのに。ニュースもだけど、怪盗団のグッズとかまであるんでしょ。こんな騒ぎ想像してなかった。社会の真っ当な大人より正体不明の怪盗の方がよほど個人の罪どころか社会問題まで怪盗に解決させようとしている。ちょっと怖い。私たちがしてること本当に正しいのかな。実際隠蔽はやってたわけだろ。要は自業自得じゃねえか。それは。おいおい、本題に戻れよ。新島のデータの話だろ。おいなり頼む。なぜ俺なんだ。新島検事はまず一連の連続事件のうち明らかに事故や病気でない不審なものを抜き出している。それらに共通点がないかを探っていたらしい。憶測の部分もあるようだが、過半数の事件で大きな利益を得る立場にあった存在を特定している。株式会社奥村フーズおよびその代表取締役社長奥村邦和だ。奥村、なんかどっか。ビッグバンバーガーだ。ビッグバンバーガー、マジかよ。言われてみればここ何年かだよね。ビッグハワイにまで支店あったし。競合他社に不祥事やら役員の退任やら棚ぼたが不自然に多いとここにも書いてある。みたいね。事件か事故かもわからん話なのに特定の社長ばっかり得してるなんて怪しすぎんだろ。そいつが故意に起こしてる事件って考えた方が自然だ。それはわかるけど。根拠ならまだある。でかいのがな。もう奥村の名前ナビに入れてみたし、こいつにはパレスがある。ならもう次のターゲット確定じゃん。そういうことだ。奥村はランキングの上位だし。待て、悪人だと決まったわけじゃない。迂闊に飛び込むと。それにこの世間のブーム。なんか今の盛り上がり普通じゃないよ。少し落ち着いてからの方が。アンまでなんだよ。
期待の声を裏切っちまうつもりかよ。え、いや。マジかよ。今日は全会一致は無理そうだな。やれやれ、お前らまとまりなさすぎだぜ。尻込みか、見てらんねえよ。リュウジだって理屈で言い返されたらすぐに黙っちまうし、しょうもないぜ。あ、まあリュウジだしな。最近じゃ怪盗人気でモテたいとかしか言ってねえし、人気で浮かれるのも結構だが、独りよがりはいただけないな。てめえこそ自分の目的で動いてんだろう。姿が変わっちまっただけで我が輩は立派な人間だ。少なくともお前みたいな煩悩丸出しのパツキンモンキーよりはな。てめえ、いいだろう。奥村なんて小物、我が輩一人で十分だ。残念だったな、廃人化の謎を解く手柄は我が輩のものになりそうだぜ。実際お前より役に立ってたじゃねえか。おい、引き捨てならないぞ。どっちが役立たずか思い知らせてやる。おお、見せてもらおうじゃねえか。リュウジ、やめなって。どうやらここに我が輩の居場所はなら、今日限りでお別れだ。じゃあな。どうせすぐ戻ってくるんだろう。くそ！はあ。面白くないわね。大衆は怪盗団は正義で一色、例の校長の死にも無関心。面白くないのは僕もです。テレビであんな発言をしたせいでソースかんだ。ま、批判くらいで折れる気はないですけど。こっちだってやられっぱなしじゃない。先月のハッカーの件で持った疑惑が囚人の校長の死で確信に変わったわ。最近の廃人化や精神暴走の件、怪盗団の仕業。根拠は奥村フーズですか？調べてましたよね。最近奥村の周りで廃人化の事例が多発してるらしいの。奥村と怪盗団との間に接点があれば、会ってくれないと困るけどね。見切り発車ってことですか？憶測だけで言ったんですか？親権の資格停止なんて。通い詰めてるお店のマスターによくそんなことを。
事件も解決するためよ。特捜部長の後ろ盾があるからって最近ちょっと強引ですよ、紗英さん。警察からすればほとんど縄張り荒らした。後で痛い目見ても知りません。それ上からも言われたわ。まずは怪盗団の手口です。それがわからないと警察も動けませんしね。こんな特別な相手に規則通りの捜査じゃ尻尾なんてつかめない。こだわる必要は？規則を無視して世直しですか？それ怪盗団と同じですよ。精神暴走事件の犯人を捕らえる、その気持ちは同じなんですけどね。我が輩としたことが。始末する。放置せよ。猫一匹構ってる時間などない。無理なのか。ひどい。なんだ、よく見えねえ。誰と主。怪盗しかねえよ。困りましたね。追跡する。
モナ帰ってこない。腹減ったら帰ってくるよ。続きましてニュースです。本日未明、奥村フーズ本社ビルの窓ガラスが多数割られているのが発見され、他にも奥村氏の銅像が倒されるなど多くの被害が。誰かに恨まれでもしたか。侵入者の形跡がなかったことから犯人の特定は困難が予想されます。